S.O. y ング n g は1999年3月3日に発売されたザイエローモンキー18枚目のシングル。発売元はファンハウスパンチドランカードツアーの最中、ロンドンでのライブのリハーサル中に作曲、その後ニューヨークでレコーディングされ、1998年12月28日に行われた目から鱗ろ級の最終曲として初披露。 ツアーファイナルの一週間前にリリースされ、ツアーファイナルでも鳥を飾った。目から鱗ろ球で、初披露された際に、吉井は、青春そのものだったツアーのことや、イエローモンキーとファンの関係を歌っていると語っている。ジャケットの筆で描かれた、s o y ング n g の文字は吉井が執筆した。ジャケットの裏にある黄色の丸は、吉井が、若年層の指示を上げるため、ハローキティの花を乗せた。 ただし、吉井は、黄色の丸について、当時のファンから、特に質問もなかったと語っている。吉井は、ソヤング、吉井和也史衆での、自身の楽曲の中で究極のラブソングはという質問と、自分が死んだ時に流したい曲という質問の両方に、この曲を選出し、後にこの楽曲を、俺にとってのザイエローモンキーの解散ソング。 バンドの家があるとすればこの曲の頃のアーティスト写真とも語っている。2007年に、ケミストリーの、ドーチンとカラオケに行った際、酔った勢いで実に9年ぶりに本作を歌った際に、改めて、いい曲だなぁと楽曲の良さに気づいたという。その甲斐あってかその年の年末の武道館公演で演奏された。S.O.Young。 ニューヨークシティルーザー s o y ング n g 1 2 1 s o y ング。n g ありがとうございます。